はいどうも皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。キコーナのお家で過ごそうキャンペーン第4回目の動画になります。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではまずは出演者の紹介からいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、茅ヶ崎店店長のラッキョこと伊礼です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。海老名店店長のタイガー小林です。よろしくお願いします。お願いします。前回に引き続き平塚店の山ちゃんこと、山田です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ということで本日は3人の、店長に集まっていただいております。よろしくお願いします。本日はスロットの信頼ですね。オスサラリーマン番長2を、実践していきたいと思います。ミッション番長と題しましてですね、さまざまなミッションに皆さんにはチャレンジしていただくと。という形になります、はい、説明をすると本日は2時間実践してもらいます、はい、2時間で、こちらに用意した12個のミッションを何個クリアできるかの回数個数を、対決してもらうと、だから2個達成とか3個達成とか、はい、で、ビンゴじゃないからやりやすいですね、うん、まあそうですね、前回はね、ビンゴ対決でしたけど今日は、達成できれば、そのミッションは成功ということになりますので、はいはい、まあ、枚数系のミッション、そしてレア役というかレアな、ね、絶頂ラッシュだとか、いただき総決算ボーナス、超番長ボーナスとかいろいろありますけれどもね、この辺を皆さんには、2時間の間にですね、できるだけ多くクリアしていただきたいなと思っております、はい、前回もね聞いたんですけど、自信をねやっぱ何個ぐらいクリアできるのかって自信をねちょっと聞きたいんですけども、どうですか。まあ、半分ぐらいいけるんじゃないですかね。半分ぐらい、はい、えらいことですね。半分ぐらい、まあ、簡単なものはね、赤7とか、ね、まあそうですね、11、12は多分簡単なので、はい、なんかね、あとはだからなんか1個気軽に引ければそうですね、ポンポンポンっていう感じでね、何個か引けるかなっていうところはありますね、はい、はい、小林店長どうですか。僕は4個ですね。4個現実的妥当なところですね、はい、妥当な4個ですね、はい、山田店長どうでしょう。私12個なあ、ね、毎回全部ですねはい、いうことで、まあ、今日は制限時間付きということもありますので、できるだけ頑張ってね、いいところを見せていただきたいなと思います、はいはい、本日もですね、ソーシャルディスタンスをしっかり、取りながらアルコール消毒等をしながらですね、はい、遊戯していきたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではスタートしたいと思います。皆さん準備の方はよろしいですか。はい、大丈夫です。はい、じゃあそれではミッション番長スタートー。お願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまずは簡単なね、解説というかどんな題なのかっていうのをね、まずは最後は小林店長からね、まあ、まず基本的に、まあ、前のサラリーマン番長みたいな感じで、はい、で初めまあ、BB を狙っていって、その BB で、はい、3連突破して頂きラッシュを目指すと、はい、まあ、3そんな感じですね、はい、モードが A、B、天国みたいな感じで、
あって、モード A だと、前回同様、前回のサラリーマン番長同様、200台400台600台みたいな偶数の100回転刻みのねゲーム数がチャンスゾーンということになってて、モード B だと逆になって奇数ですね、100回転とか300回転のゾーンがチャンスゾーンになっている。で天国は100回転以内に連チャンスボーナスが来るよというような仕組みになっております。あの全長エースが営業会議に今回はなってて、例えば5億と5億だと共闘演出っていうのに発展したり、1億1億とかで基本的に多い方に演出が発展します。で今、ラキョ店長が5億と1億で鏡の方が多いんで、このまま演出に発展すると鏡の方の演出に発展します。でもこれだとちょっと寒い感じだよね、このままいったらね。あ、なるほどね。今回この右側のやつが、ね、はい、タッチセンサーなんですね。たまんないです、たまんないですね。はい、あれ、まあ演出が何だか分かんないですけど、はい、さっき勉強した、はい、ダンクビジョンがダンクしてきましたよ。ダンクビジョン、あ、そこの上のオス番長って文字のところがこれなんかもう、なんかもういけるんじゃないですか。大脱出の文字が赤いですね、これチャンスアップだと思う。しかも共闘がいきなり来ましたよ。はい、え、共闘ですか。はい、レア役とか引いたんですか。いや、弱チェっぽいのを2回引いてましたね。はい、ちょっと、まあ、弱チェだから、はい、いやでも当たるでしょう。これもなんかチャンスっぽいし、演出が分かんないですね、初めてだから。そうですよね。いや、これがまあどうなんだか分からないけど、まあでもおそらくこれは激アツ演出なんじゃないですか。いや、熱いでしょう。はい、おお、当たりました、おめでとうございます。マジっすか、早い。何回転、トーって書いてますか。トー当たりです。早いな。何回転で当たりました。何回転、45回転ですね。はい、45回転、早い大当たりですね。ごめんなさい、間違えた。あれ、また入った、全長。おお、やっちまった、一番やっちゃいけない。目押しミスですか。はい、これはどっちなんだろう。まあ、赤な、基本的には赤ななが出てくるんで。赤ですね。はい、番長ボーナスですね。はい、ということで、まず1個目のミッションですね、赤7を引くというミッションクリアでございます。ありがとうございます。はい、ビッグはですね、はい、男気が基本 20% なんですけど、さっき僕、はい、ハンコが5個止まってたんでそれが乗って、はい、男気が今 30% 溜まってると、はい、で20ゲームでリゼロやらセイやらみたいなのになって、はいはい、勝つと5ゲーム延長で次の対決3回勝つといただけラッシュっていう流れだと思います、おおむね。はい、赤七と青七の違い、あ、これです、これこれです、はい、1番、はい、今何パーセントですか。 40% ですね。はい、1番を突破する確率が 40% ということですね。 40% ってまあまあ厳しいですよ。さあ、突破できるでしょうか。負けたら終わりです、はい、あんま負けましたね、はい、終わりと終わりかな。はい、ここから復活も一応あるけどなしですかね。これもちろん示唆もあるんですよね。まあ、あると思いますね、はい、今何回転ですか。え、111。あ、でもしかしたらリセットで B スタートとかね、モード B スタートとかの可能性あるかもしれないですね。これでもベルで11枚払い出しなんで、はい、まあまあ恋持ちいいですね。そうですね、まあ50ゲームぐらいはあるんじゃないですか、1000円あったんですね。3回目、あ、ラッキョ店長は3回目の営業会議、はい、ちょっと熱いんじゃないですか、これだから。ちょっと今5億5億なんで、そうそうそう、はい、ちょっとチャンスアップですね、このまま発展すれば、はい、その営業会議私1回もないんですけど、あ、ほら一緒に、あれ共闘、はい、多分いいな、チャンスですね。熊相撲星 3.5 です。おーおー、めっちゃ止まった。はい、とりあえずラッキョ店長は仕留めたいですね。137回転、はい、当たるんじゃないですか。あ、なるほどなるほど、ちょっと前兆っぽくなった。当たりました。当たりました。え、さあ、これで、ラッキョ店長もミッション一つ目クリア、赤7 BB ですね、おめでとうございます。スタート 25% ですね。はい、はい、
井出店長、それ赤7ですか？赤7、赤7。じゃあ僕は女の中なんでそんなポジティブなの意外に厳しいですね、これ 50%。 50% で、50% 勝てなかったらもう無理だよね。あーあれ、はい、ということで初戦突破できず。あ、初戦で負けた。はい、負けました。初戦で負けた、はい、なかなか厳しいですね。今回のミッションはいただきクロスラッシュ、はい、絶頂ラッシュ、決算ボーナス、いただき総決算ボーナス、超番長ボーナス、無限、限界突破1ゲーム連、そして最強チェリー、一撃1000枚、一撃2000枚、フリーズ、そして青7、赤7の12種類となっておりますので、まあ1000枚と2000枚はね、ちょっと1人ずつぐらいちょっとやってもらってね、ちょっとこの台、これでも2000枚いったら1000枚もゲットってことですよね。そういうことです。そうですね、そういうことです。一撃でね、今日ね、霊薬が全然引けないんだよね。でも前作のサラバンは小役に設定差なかったですよね。あ、そうですね、オスベルか、オスベルに一応設定差はありましたけど、ね、おお、え、当たり、嘘、天国っぽいっすね。早い、ちゃい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 、とう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 、90回転、あ、違う、天国っぽかったですね、はい、98, 98、はい、おめでとうございます。2回目のボーナスです。はい、おめでとうございます。赤7です。おお、え、強チェリー、ああ、弱チェリーでも 10%、はい、ベルをうまく引いていきたいですね。そうですね。さあ、小林店長は何パーセントで、あれ43です。これは本社だよ。お、ちょっとチャンスアップ入ってますよ。はい、全長、あ、 40% 取ったか。なんでなんでなんで、ほら、なんでなんでなんで、なんで、いけ、ああ、え、なんで、え、負け、また負けたんだけど、うん、復活じゃないの。あ、でもナビが出てる。で、前回あれ、私本当はプレミア出してたっていう話が、ね、あ、 YouTube のね、コメント欄でね、なんかクリスの声がみたいな、ね、プレミアだったんじゃないみたいなコメント、ありがとうございます、見ていただいてね。本当は僕は勝ったんじゃないのかなっていう。ない、勝ってない、全然足りないから。他の店長ね、9個とか8個とか言ってるのにね、山ちゃん4個ぐらいだったもんね。右側のタワーもタッチセンサーがね、ついてますんで、まあ、ちょいちょい触ったりするとなんか演出が起きる可能性はある。押しボタン、はい、え、嘘、その演出は当たりそうなやつ、それ熱いやつじゃないですか。チャンス目、チャンス目、さあ、ラッキョ店長、これはチャンスですね。さあ、どうでしょう。おー、いました。はい、入れ店長ってあれですか、スロットの方が得意なんですか。いやいや、どっちも得意でしょ。パチンコは当たんないイメージが強かった。いやいや、そんなことないよ。あかなな、ちょっと2人とももうボーナス2回ずつですか。そうですね、うん、あ、まだ山田さん、いつも通りですね。まあ、スロースターターなんで、あ、知ってる知ってる。そろそろね、楽天長もいただき決めたいところですよね。あ、 30% スタート、はい、 55%、 はい、 55% でエース。だいたい3ゲーム目が多いですかね。それで勝ったらまた5ゲームやってってことですね。あれ、お、緊急出張出ましたよ。はい、あ、それ僕は外れましたよ。星3つです。ダメ、海鮮丼。チャンスアップ、はい、ラケ店長ダメでした。そして小林店長は当たりました。嘘、
136回転。早いですね。そうですね。おえ、いきなりいただきラッシュあるんだ。直撃あるんじゃないですか。びっくりした、すげー、じゃあちょっとお先に。それ、はい、設定良さそうですねすごいびっくりしたさあ、いただきラッシュの説明を小林船長お願いします。来ました、400回転。いただきラッシュもサマイス管理で、はい、初期枚数は100枚ですね、はい、100枚からスタート。そうですね、はい、でまあなんやかんやいつもの上乗せしてって、ここのやっぱ305、はい、残り300枚超えを目指すと。はい、で300枚超えると何でしたっけあれ、いただき限界突破、あ、限界突破っていうか総決算ボーナス、総決算ボーナスか、いただき総決算ボーナスが出てくると、ね、なんか売ってる感じすぐ終わりそうな感じしますけどね、はい、なんですか、残り50枚を切るとですね、いただきスラッシュ高確率ゾーンに突入します。おい、はい、はい、マジですか。でこれでスラッシュに突入します。え、はい、で平行揃いの場合は、普通のスラッシュですね。ミッションはバーが上段に止まると、クロスラッシュ、クロスラッシュ、はい、で30ゲームのいただきスラッシュになります。スラッシュっていうのは2倍挑戦してるか2画面になりますね。残り枚数今何枚ですか。112枚です、ね、はい、あと200枚。あ、またスラッシュ来ちゃった。楽しそうですね。そうだからね、こうなったらやっぱ面白いですよね、まあ、ちょこ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 上乗せしていくんでね。そうですね、終わった時にはおお、まあまあ残っ枚数乗ったなっていうのはあるかもしれないですね。はい、お、チャンス目から、あ、チャンス目から楽天長発展一人だけ蚊帳の外ですねお、はい、楽天長当たりました。3回目チャンス目から、はい、ちょい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 、おかしいなこれ。小林船長は55ゲームで120枚で120枚の上乗せと。で小林船長今またあのいただきスラッシュ高確率ゾーンなんですけど、残り枚数何枚ですか。144枚です、はい、ということで、残り50枚だけじゃなくて130枚から150枚の間も、このスラッシュ高確率になったりするんですよね、あ、お、共闘か対決か。さっき強チェリー引いたんで。なるほど、ここから演出アップですね。お、ちょっとラケット長熱そう。ああ、強チェリーで 20% アップ。これで 60% あと3ゲームナイス。おー、いいよいいよ。 65% え、 65% やれそうな気がする。 70% やれそう。 70%? やれそう。やばー、うまいうまい。いや、これは75で、ここの多分レバーオンで当選かどうか決まってると思う。これはいかなかったらさ、当たってない山ちゃんに言われたくないな。はい、ということで、1個目クリアですね。1回目ね。はい、ではここからまた、でまた5ゲームここでまた上げればいいでしょ、パーセンテージを上げるということで、次も 75% の抽選。おー、いったー、3戦目ラスト、ここ勝てればいただきラッシュですね。おお、また乗った、これは熱い、なんかこれは 75% から95% それはいったでしょう。そこでやられたら逆に 5% 引いちゃうのさすがにないでしょさすがにないよ。いやでも楽天店長持ってますからね。いやいや、さすがにそれはないでしょ。さあラスト、うん、おい、いきました。これでいただきラッシュゲットです。お、そして小林店長は強チェリーからの30枚の上乗せ。お、もう折り返しですか。折り返しです。おー、粘りますね。早い、小林店長。え、今なんかリールロックしましたよ。はい、行きました、30ゲーム。いや、終わる終わる、あれ何も引いてないし、
やばい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 、まあ、3ゲーム以内なんかレアかな。うわーこれいかないわ、まあ、ちょっとねカメラの確率的にゲーム数が見れなかった。3ゲーム以内ですね。うん、はい、おー両方もありますか、か、はい、はい、ということで楽天長は227枚、お、33、60枚、このままいった終了です。はい、終わった。残り3ゲームシャッターが開けば、これはレアやつですね。いやこれきつい、だね、あとはまあ複数セットとかもあるのかもしれないですけどね。ああそうですね、なんか長番長を引くと複数セット乗るっていうかついてくるみたいなね、あれ終了と、はい、ここも違う価格で、はい、ということで661枚です。うわ結構1000枚を、まあ、壁がね結構きついかも、まあ、その長い時間で見ればねあれですけど、うん、今日は制限時間設けてますからね。あれなんで1ゲーム目なの。あ、全長は、うん、終わった1ゲーム目だったよ。いるんじゃないですか過去のね、番長打ってる人は結構分かりますよね。おお時間やばくない。ちょっとちょっとやりすぎじゃないのねえ。あー、いいですね。そうですね、一応今日のミッションに時間予告がなかったですけど、今皆さんミッション的には1ずつですね、1ずつ101というですね。あ、まだ1なんですね。90、はい、98で当たるのかな。じゃ天国だったんですかね。99、うん、天国じゃないですか。はい、当たりました。99ゲーム、いやー、いただきの、え、いただきがいた、なんだよおい。でも終わってから、あ、でもそう、天国じゃないってことだよね。そう、じゃそうだね。現場へ急げと青い拳が出ましたよ。青い拳、あー、あ、やばい、本店長の可能性あるんじゃないか。山田店長抜けるです。緊急出張来ました。はい、709ゲーム。709ゲーム、まだ当たんないんじゃないですか。そっから営業会議、これ今強調引いたんで、いやなんか引いてくれ、なんかこれチャンスアップがないのかな。いや駆け抜けるねこれ。いや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 、あ、3名山田店長、もうあの天井近いんで一番攻めとか引いてもね、さほど変わらない。ほら、でかいでかい。これ多分ね、これ いけるパターンだな。はい、いやー、ベルの引きがいいな。おお、京都こっから行くんすね。途中からもあるんですよね、最初からじゃなくて。へえ、いやはい、当たりました。はい、当たりました。おめでとうございます。山ちゃん、指早く当てます。おー、ラッキー店長スラッシュきました。甘い、残り何枚ですか。またいただきだった。おー、すごい、なんか楽しそうですね。おーい、ダブル乗せ、弱手からの50枚。弱手50枚、はい、いいな。うわ、いや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 ばいっすよね。はい、あ、天井の前兆が来ました。え、なんすか。天井の前兆が来ました。終わりそう、終わりそう、来い、あれ、いや残り、あ、最後、耐えた、スラッシュ。山田ちゃん当たりそう。京都が来ましたよ、京都が、はい、ついに何回転ですか。
789ですね。本当の一番上。789。50枚しか乗ってない。はい。ラケット1はスラッシュで50枚。さあ、ようやく当たりました。ようやく当たりました。長かった。いや、終わった。ああ、どっち？これ分かっちゃうの？あ、こっちの今いいの。ああ、分からな。おめでとうございます。ネクスト。ネクスト。あ、やばいやばいやばい。ネクスト2個あってほしいな。もうちゃん。やばいやばい。おお、30ゲーム。頼むよ。一体、お、3戦目。いいですね。すごいすごい、もうスラッシュスラッシュって感じの。やっぱ結構スラッシュ入りますね、やっぱり。さあ、山ちゃんはラストのね。さあ、最後最後。はい、ここを通過できれば、いただきラッシュ。はいはいはい、1個目。2個、さ、これでいただき合ってくれればね。あ、何これ、レインボーのなんか、え、じゃあ当たりじゃない、ほらもう3分の2でいただきだもん。あ、でもあそこ止まればか、でもこのレインボー止まんじゃないこれ、ほら、おー、ということで全員これでいただきラッシュ入りましたね。山ちゃん待ってたよ。でもこんだけいただきスラッシュ入ってて、もういただきクロスラッシュはまだ1回も入ってないですね。全然入んないですね、うん、これさ、あ、赤文字弱、はい、30枚これでどうかな。いやー、おお、最後100乗った、すげえ、来ました来ました、公開率、はい、あれステージなんか、え、あ、なんか見たことないステージ行ってますね。何、お、なんか引いたんじゃない、なんか今ちゃんと引いたんじゃない俺、あ、ぽいぽい、あ、それ強いっすよ、いや、あー、ベル、ベルダメ、そりゃないよ。山ちゃんとかも強いんじゃないですか、それステージね。さあ、643枚で終了。それはないわ。あれ、高確率終わった、スラッシュの高確率が終わった、こっから、あ、また、こっから、あ、来た来た、残り50枚、おー、一発で仕留めた。小林さん今何枚ですか。僕は残り202枚。え、今獲得枚数、獲得枚数は495です。お、今音鳴りましたよ、音鳴った、はい、乗るんじゃないですか。おー、50枚、あと48枚、お、もうちょいもうちょい、あ、来た来た来た、匿名、やめた、お、熱い、あー、リアク、お、チャンス目以上、お、え、チャンス目、いったー、いったー、何言ったの、限界突破しました、これでこれでミッションもう1個っすね、はい、おお、え、ぬるっとくるんですね、偉そう、ずれれば、おお、これは強い方ですね、これは強い方ですね、いただきサボケンさんボーナスということで2個目の印象、これで2個目ですね、なに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 、すごいすごい、見たことないよあんなの、ないないこれでまた枚数バランスですね。10枚、おー、すげえ、これレインボーになってる、これは、ね、普通に狙えばいいんですかね、はい、
七揃いで青山さん、これは追加報告事例だ。チャンス。お50。おお。ということで220枚、はい、上乗せ。これ終わっちゃいましたね。あ、山ちゃん終わった？なんか3ゲーム以内になんか。はい。これなんですか、シャッター開けろって。開けたらもう一回いただきらしいじゃないですか。そうですね。いやすごい、でも総決算ボーナスはすごいですね。あれ？あったあった。おお。あ、開いた開いた開いた。戻し。引き戻しだ。引き戻しで。もうね、鏡でいきますよ。100枚。100枚から。はい。100枚から。で2セット目。おお。小橋店長、目に見えてるだけで何枚そうですか？これ300と400あるんで、はい、私ここでミッション2つクリアですね。1000枚。あ。赤 BB と 限界突破は1ゲーム連でしたっけ？じゃないとダメですね。いただき総決算と1000枚いくと思います。1ゲーム。いやー、これです。3ついく可能性が高いと。いやー、終わった。終わる。いや、もう1セットあるかもしれないですよ。またね。うん。ラスト。ラスト。あっ。はい。ということで、600枚か8枚、うん、このボーナス中もちょこ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 乗せますね。そうですね、だからやっぱイケイケ感ありますよね。常になんかちょっとずつちょっとずつ乗せてって、はい、クリア出てきた。ちょっとプレミアじゃないですか、ラッキョ店長。クリアが出てきたよ。クリアクリアすげー、ライトプレミア出てる。ちょい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 、現状あったんですか？今158ゲームですけどね。え、何のクレアですか？ちっちゃいクレア？大きいクレア？普通のお願いクレア。何がそのリプレイ？いただきラッシュ？すげえ、通常時からまた来ましたね、いただきラッシュ。それ高そう。設定高そう。設定高そう。設定高そうですね。やべえ、すげえ重要だ。ここの叩きはすげえ重要だと思う。すげえ重要っすよね。そしたら1ゲーム連ってことですか？そう、のミッションもクリアできるし、そう、限界突破チャンス中299。、うん、やべえ、怖え。星旬涙が出さなければ。おー、楽天長スラッシュ。早い。危ない危ない。じゃあ見せ場ですよ。いきます。小林店長、いきます。小林さんの、小林さんのちょっと見たいの。あっ、おっと、あ、でもいったんじゃないこれ。リプ？リプじゃない？ああ、もう一回だ、もう一回、もう一回ですね。もう一回。残念。ただね、なんかね、いやでもこれで10枚でも上乗せすればですね。そう。いやー、これしびれますね、ここ。あ、そう、その状態いいですね。おお、ラックベンチもうまい。あ、またそうだの？うわ、10ゲーム。いや、これ引きたいな、ここで。終わってしまいました。いやー、はい、早いな。でも3ゲームのチャンスかね。それは何、連絡引けば開くんですかね、基本。いやどうなんでしょうね。いや引けん。はい、ということで一撃1000枚は突破しましたね。そうですね、はい、1100なんですね。1148枚、すごい。あ、素晴らしい。あ、ある、ある、あれあるんじゃないの。ほら、これなんもないですもんね。あ、これ、なんかいる、いや、これ入ってるよ。なんかいる。これいただき、いきなりいっちゃいそうな感じじゃないですか。そうですね。おお、鏡だ。おお、共闘みたいな対決。おお、すごい、50枚。これで勝っていただきかボーナスか出てきそうですね。赤文字、間違えた。
からの、からの、生活いいなあ、これはパンダが助けに来てる。そうですね。で、どっちが出てくるか、いただきラッシュかボーナスか、もうベッドで分かりますもんね。はい、ほらはい、いただきラッシュあれ、最終継続するんじゃないの。これ実際こんな共同の台打ってたらめちゃめちゃ楽しいでしょうね。いや楽しいですよ、絶対。だいたい山田店長みたいな台になっちゃいますからね。だいたい引けない。でもモード A のそろそろゾーンじゃないですか。なんで匿名いかないの。568枚。はい、はい、ということでラッキョ店長も終わりました。でも営業してない時って店舗に電話とかってかかってくるんですか。まあまあやっぱかかってきますね。なお客様からその営業をいつからやるのとか、まあ明日やってんのとかっていうのは結構かかってきますよね。あ、そうなんですね。ただまあね、残念ながらね、ちょっとその辺は自粛要請に従ってるところもありますんで、ただまあね、基本的には解除されれば、はい、まあ本当になるべく早めにというところでの準備はしてますんで。そうですね、はい。ただまあ本当各店の LINE であったりとか、ホームページの更新についてはもう決まり次第すぐに更新はかけるつもりですんで、なのでちょっとこまめにその辺を見ていただけると、そうですね、はい、わかるかなと思います。さあ残り3ゲームになってしまいましたね。ここでちゃんみ引いてくれよ。綺麗にみんな通常時打ってるっていう。そうですね。当たった。当たり次で多分確定出ると思います。何ゲーム目。139ゲーム。お、早いね。鉄板出ました。あ、じゃああれ、何でしたっけ、ミサオボーナス、はい、やってないですよ。山ちゃんやって、やりました。しずくボーナス、しずくボーナス、いや何も引けないね。山ちゃん今いくつですか。583です。ちょっと待って、それ天井、天井じゃん。いや本当ですよ。山ちゃんと天井までつけますか。いくぞ。あ、これでダメかな。一回も一回も BB 一戦突破してないですね今日。そうだよね。お、また、お、なんか色ついてる。色ついてる。なんだろうこれ。なんかの下かもしれない。継続。あ、天国かな。ちょっと100までやりますか。やばい、このままだと安定の5億1億なんだけど。でも大体そうパターンじゃないですか。10億出たらほぼも確定しちゃうのかもしれないですね。やだわ。あ、どうなんすね。やだわ、5億1億。お、出張。チャンスアップなし。おお、レインボー、レインボー、玉がレインボーに光ってた。すごい。リーチ目、リーチ目ですね。リーチ目。すげえ。あーか。こういうとこ止まっちゃうのか。あれもう鉄出ちゃうんじゃないの。青い、これがダメかな。ああ、なるほどね。さあ、赤、赤、赤い、青、これはいったんじゃないですか。これはいったんじゃないですかね。ここに行ってほしいですね、うん。あ、やばい。え、いやいや、復活でしょ。ああ、あれ
5億1億だまあまあ普通な、これで当たんの復活パターンじゃない。あ、レインボー来ましたよ。レインボーレインボー来ましたヤマちゃんが赤なのか青なのか揃えたのを見て終わりましょう。やらしてあげないの早いよ。やらしてあげない2時間、2時間だからもう何やってんすかはい、終了。お疲れ様でした。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はね、サラリーマン番長2打ってきてミッション番長と出してですね、やってきましたけれども、皆さんの結果の方ですね、ちょっと各々発表してください。1個です。はい、1個見せ場はね、まあ、そうですね、作れたかなっていう気はしますけどね。はい、出ましたからね。ミッションがね、ちょっと難しかったなって。まあ、結構難しめのミッションが今日多かったんで ね、はい、小林店長、私は1、2、3です。はい、3つということでね、まあまあ素晴らしい結果でしたね。まあ予想一番初めに4個って言ってましたから。はい、そうですよ ね、 やっぱ近日に落ち着いたかなと。はい、そうですね。はい、ね、じゃあ山田店長、私はですね、はい、ちょっとミッション13とかに天井とかないんですかね。いや、2回連続天井じゃなかなかない。しびれますよね。本当ですよね。まあでも、ミッション1個達成してますからね。まあ、そうですね。ミッションはとりあえずね。はい、あのいいね、楽曲天井と同レベルですから。ミッションレベルはね。ミッションレベル一緒ですから。内容が全然違いますから。まあね、今日のミッション番長は小林店長と。はい、ね、はい、はい、じゃあ最後にね、じゃあ締めの一言いただけますか。我々アンダーツリーグループは、まあ、特に神奈川の気候な、国の緊急事態宣言の解除、行政の要請が解除され次第、営業できる準備を整えております。従業員の安全、そしてお客様の安全を最優先に、営業の準備を進めてまいりますので、営業できることになった暁にはぜひキコーナに明るい笑顔でお互いにお客様と お会いできることを楽しみにしております。今回もご視聴いただき誠にありがとうございます。はい、といったところでね、まだね、神奈川県に関しては緊急事態宣言が解除されていませんので、されたらぜひね遊びに来ていただければと思います。といったところで本日の動画はこの辺でお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。